お隣韓国さんが政府に国家債務比率で騙されていると気づき始めたようです。記事とネットの反応を見てみましょう。キム・スンドクの挑発、国家債務比率まで国民騙すべきなのだろうか。第二次災害給付金であれ、大統領選挙用の災害給付金であれ、今回は与えられたまま受け取るつもりだ。昨年4月の最初の全国民給付時は申請しなかった。自慢ではないが、自発的放棄してこそ国の財政に役立つだろうという素朴な善意は持っていた。過ぎてみれば、自発的寄付はたったの 0.2% であった。全受領金13兆6000億ウォンのうちわずか282億ウォン。大統領の息子も緊急芸術給付金という空金、タダでお金を得ることを1400万ウォンも受け取る国で、わけもなく市民意識を発揮する理由はないように思える。2021年債務比率は 48.2% ではなく 120% 以上。政府が国家債務比率を国内総生産 GDP 比 60% と定めた韓国型財政準則を大きく増やすようだ。昨年10月に施行令を作成した際、適用時期を2025年からと定めていたが、二次補正予算を入れると2024年にすでに 60% を超えるためだそうだ。非常に良心的な政府のようだが、その前に明確にしておくことがある。それは、文在寅政府の国家債務比率の計算は国際基準と異なることである。2018年に 35.9% だった国家債務比率を国際基準に従って変更すると 106.8% になる。2021年の 48.2% を国際基準に直せば 120% を超えると推定される。それでも与党は経済協力開発機構 OECD の平均が 80% 水準であるため、韓国型財政準則 60% が妥当かどうか検討する必要があると、格子窓、開かない窓を開ける素振りをしている。国際基準およびその他の国の債務比率計算。国際通貨基金 IMF が2014年に改正した政府財政統計 GFS は、国家債務 D1 に一般政府債務 D2、 公共部門の負債 D3 まで合算するよう基準を定めた。 OECD 加盟国は全てそうしている。ところが韓国は国家債務 D1、 2018年680兆5000億ウォンだけ国家負債として 35.9% と言っているのだ。国際基準とは異なり、 D2 すなわち非営利公的機関の負債を含む一般的な政府債務、2018年759兆7000億ウォン、 D3 すなわち非金融公企業の負債を追加で含む公共部門の負債、2018年1078兆ウォンと非確定負債ではあるが、政府が税金で埋めなければならない年金中等負債939兆9000億ウォンは、まるで政府に返済する義務がないかのように国家負債ではないと言い張る格好だ。先進国と同様に D1+D2+D3 で計算すると、2018年の国家債務は2017兆9000億ウォン、 GDP 比 106.8% と大幅に増える。韓国経済研究院が昨年8月に発表した結果だ。公企業の負債など最新の資料として、チョ・ギョンヨプ公共政策研究室長が新たに計算した2019年の国家負債比率は 111.1% であった。なぜ韓国は変わった基準を適用していないか。他の先進国とは異なり、公企業の負債と公務員年金があまりにも多いからだ。一言で言えば、国民を欺いているという話だ。野党の時は財政健全性 40% を叱咤したムン。2年前の国家財政戦略会議でムン大統領は、国家債務比率が米国は 100%、 日本は 200% であり、韓国政府は 40% 前後で管理するという根拠は何かと尋ねた。2017年基準、米国 136%、日本の 233%。 これは野党代表時代の2015年、朴槿惠政府が
支出を 3% 増やした新年予算案を国会に提出すると、国家債務比率が財政健全性を維持するマジの 1040% を初めて超えたと、猛非難した自分を忘却した格好である。それでも、米国は問題ない。いくら借金が多くても、ドルを刷って防ぐことができる特権があり、国家不渡りの心配がない。日本の国債も、国際金融市場で、高い信頼を受ける安全資産である。また、米国との無制限通貨スワップ契約を締結しており、一心同体の同盟である。昨年3月に、600億ドル、当時の為替レートで約76兆800億ウォン通貨スワップを結び、6ヶ月ずつ延長して、9月30日で満期となるムン政権とは次元が違う。本ナムギ年金まで出したくない。国の金庫番であるはずの経済副首相兼企画財政部長官の本ナムギも、国家債務と国家負債は全く異なる概念だと国民を啓発した。通常、国の借金と呼ばれる国家債務は、国家財政法に基づいて中央政府と地方自治体が返済義務があるが、公務員年金などの非確定債務はそうではないということだ。国の義務がないのであれば、昨年3兆ウォンの公務員軍人年金の赤字をなぜ血のような私のお金で埋めたのか答えてほしい。公務員年金は28年連続、軍人年金は48年連続で赤字であり、税金で補填されている。かつては公務員は薄給だったので、血税で老後保障をしたが、今、彼らは貴族である。文政府で公務員数も大幅に増えた。軍隊は、まだ国を守ることもするが、特権まで享受する公共貴族は、国民に血を流させる部族と言っても過言ではないだろう。100歩譲って、コロナ19事態で拡張財政が避けられないとしよう。それなら、国際基準通り、国家負債の計算から見直してほしい。その次に、韓国型財政準則だか経財政準則だか知らないが、それを変えなければならない。そして、血税を湯水のように使うのではなく、本ナムギ、あなたのお金を使うように正しく使ってほしい。それでは、韓国さんの反応です。韓国の経済統計を知っている人は皆アホなのか？統計が間違っていることを初めて知ったわ。なんだ、このチンピラのようなやり方は。統計庁長官をすぐに置き換えたのを見なかったのか？みんな知っていながら黙っているのだ。統計庁長官が自分たちに都合の悪い統計を出したら更迭する奴らです。こいつらは科学、真実、事実、こんなことに関心はない。都合のいい結果が出るまでデータをマッサージする奴らだ。このありさまでも精神を改められない国民が問題ではないでしょうか。ということで、そもそも韓国さんは GDP の計算方法も違うって話がありますよね。そして、昨年、韓国さんがコロナワクチンを買い渋っていた理由も、毎日事前投資して損をしたらどうするんだとか言っていたようですが、それも、お金がないってことの証明なんじゃないでしょうか。さらには、米国との為替スワップ契約後も、速攻でお金を借りていたと思うんですが、多分、そういうことですよね。最近では、韓国さんは景気が回復してきたとか、輸出が新記録とか言っていたりしますが、その一方で、航空業界は崩壊寸前にまでなっていたり、自動車業界も、かなり大変なことになっているとの話もあります。韓国さんのコメントでも触れていますが、韓国さんでは、都合の悪い数字の場合は、都合のいい数字になるように、計算方法を変えたりして調整するという話もありましたよね。まあ、捏造や歪曲が好きな韓国さんですし、いつも、自分の都合の悪い記事では、メディアを叩いて、フェイクニュースでも、都合の良い記事には、いつも絶賛していますよね。韓国さんは、耳障りのいい数字だけを信じていれば、いいんじゃないですか？ということで、ご視聴、ありがとうございました。それでは、また次回の動画で、お会いしましょう。